クレアです。上手化しようよ。花ちゃんが住んでるアパートの管理人です。スロースタート。今日もみんなの視線を独り占めです。おお、そこの子、お前ひなじゃないだろうという声があって、さておき。コンテンツルームっていうのができたみたいですね。なんだろう、バージョン2になりましたからね。そう、ゆっくり見せないとね。キャラクター入手。なるほど、部屋作りもはかどるってわけですね。あ、でもそれって去年の11月の「キララファンタジア2周年フェス」でやったんじゃないかな。ということで、アップデート記念ということですね。ゲストは誰かまだわからない。いや、わかってるとは思うんだけど。さあ、妹ですね、シャミ子の。大和田ひとみさんは細かく出てますね。さて、イベントはこの前バージョン 2.0、まあ、こちらはですね、おいおいクリエクラフトなんか大きいと思うとか、コンテンツルームとか大きいとは思いますが、おいおいやっていきましょう。まあ、これのクラフトクエフトクエストっていうのもまた遊びの幅が広がって面白いと思います。クリアオーブ、これで力関係がどうなるのかっていうのは気になりますよね。今使っているクラスオーブより確実に上位互換版ですからね。称号、うん、まあそんなのがあるなっていう感じ。リリース800周年記念キャンペーンとかが、あ、そうか、最初に星もらえるあれか。まあ、とりあえずイベントはこれですかね。あうひな祭り。なるほどね。クレア、ヒデニ、シオン、最初に出てきた3人ですね。日に焼けやすいので日差しが、もしかして私の自主性を試されているのかな。人は誰だって頑張れば輝けると思うので、ユキがフラッとどこか行かないように気をつけとかないと。トレーニング。私も頑張ります。すごいわ。分かった、私が行くわ。さすが異国の地、街を見るたび新しい発見があります。すごいです、尊敬です、天才です。召喚、キラキラ召喚、これも優勝召喚ですね。ダイヤ、あ、これはやった。これぐらいかな、斬新なのは。日に焼けやすいので日差し、間違えた。
手伝い。クエスト。新しいクエストがあります。アウンひな祭り。お、二人が どうしたんだ。女の子と特別な日、妊娠。シャミ子に声がついてないの？そうね。はい。ああ。はい。素敵ね。でも、でも。おかしいだろう、シオン。そうなの？さあびっくりするな。あらあら、なんで。行くよ。あらあら、お、なるほどですね。ほう、欲しいな。ところで、はい。誰に当たるんだ。落ちてきた。ほげ。ピュッ。ピュッ。あれ？これは。じゃんの作家かな。なんで。誰だ。ぬるい。え、あ、驚いてる。あうんひな祭り。お、これはいいですね。なぜ涼子。あんまり仲間に石子しかいらない。でもめちゃくちゃ可愛いですね。これはいける。複製もできるんですね。そしたら何がいいのかっていうのは分からないですけど。なるほど、一応ハルミも星5あるんですね。あ、星5があるっていうかイベントボーナスか。なるほどね。13日までですね、こちらのイベントは。極めクエストとか。おひな様のお着物とっても綺麗です。まあ、ずっとなんかいいの出してくれない召喚師ですけど、この格好はすごい可愛い。いいですね。サイオクエスト行きましょう。今日のメニューは何にしようかしら。4章ぐらいまでやりますか。前送りが長かったので。どうすれば。はい、
ひな祭り、そっちのおいおい瞬殺だよのひな祭りじゃない、左変わってないな表情が。あらあら。え？ということで刺さりました。クリアですね。クリアのクリア、決意です。です、ありがとう。あらあら、少しずつ進めばいいの。いつでも応援してるからね。三節マラソン猛特訓です。さあちょっと画面が変わりましたね。まあ大きなチェンジですからね。まあこのメンツでいいでしょうと言いつつ、椅子がそんなにいいメンバーがいないんですよね。今極端に足りないよな。
と魔法使いのオーブだったと思う。もともとは。アルケミストかな。しまった。あ、本当だ、なんかなくなってしまった。あ、これか、これでいいんだ。味方単体のスキルを使用可能にするのは変わってない。このサポートって最初からいるんでしょうかね。この後サポートが加わるのかな。ひとまず順当にクリアでいきましょう。ゆっくりでもスタッ、よろしくお願いします。クリアです。よろしくお願いします。確か、あらあら、だからでも考えた。頑張らないと。あ、なんでバトルになるのかよくわからん。踏ん張りどころだな。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。皆さんのやる気をアップします。ああ、みんなの力になれますように。反面拾え。間違えたかな。何かな。この時のために練習したんですから。行きます。アズニャー。行くよ。何でしょう、このキングモザイク。大変そう。制覇。なぜかカナまで、カナまで。
込んでますね、二人とも。素敵ね。いえ。強い。体力ある。あらあら。続き行ってみましょう。次はアイドル修行です。愛勝つ、愛勝つということで、MNE タイプ、あ、隠れている、土属性ですね。これか、トータルコスト、これでギリギリなんですよね。土属性限定で、ひでりさん出しましょう。それでは行ってまいります。よろしくお願いします。どうと、はい、お、ふぅ、はい、ほぉ、力を貸して。やだな、どうですか。頑張ります。すぐにてっぺん取りますよ。皆さん準備はいいですか。来た、心配はいらないです。これでどうです。皆さんのやる気をアップします。近づいたらぶちを。心配はいらないです。あ、一個だけか。選手オーブンに変わっちゃってる。やー、絶対大丈夫だから。飲んで飲んで。当たり強さ任せてください。痛いよ、無慈悲。頑張ります。どうでしょう。です。そうです。角度大事。なるほど。うん、やった。そうでしょうか。うん、確かに。あれ、口パクどうにかなる。めちゃくちゃ闇めた。
あざとくて、まあわかる。待ってます。です。ありがとうございます。すぐにてっぺん取りますよ。頑張ります。おめでとう。わーい。お前はかわいいユニット使っ取ってるじゃねえか。かっこかわいいユニット。最終章、本日の最後いきましょう。五節闇の試練です。メンバーかなーいですね。あ、ちょっと待った。そうだ、キャラ装備が変わっちゃってるんだ。今は戦士の装備だけど、で魔法使いの帯にしないといけません。とりあえずキララスキル上げたいですからね。さて、セーナちゃんとかいますね。コース先生に励ましの歌歌えるとかいろいろできてますね。なんかちょっとタッチの誤作動で、こういう場合大概あの処理が重くてタッチ操作がそれに追いついてないんですよね。メモリがいっぱい、かなりアプリが重くなってるのか。マーブル、まあ、ひとまず行きましょう。プラスボーナスプラス2です。私にフォロー。これなら大概時間が経つと、うんうん、改善していくもんなんですけどね。そうだね。はい。うん。はい。どうかな。はい。白箱の劇場が公開されますよね。白箱ではあのタイヤの設計をする、あ、じゃないわ、脚本の役をやってたんだ。大幅お話しといて、はい、生き残っているのは見事ですね。ここへ来てもスリルがありますね。緊張します。音響監督同じ岩波さんですね。そういや、この白箱と街角魔族は、ああ、こちらチャンス。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。サポートします。多分どっか強くなるはずだよ。マジ任せてください。いいですね。マリーらしいけどね。うまくいくといいんだけど。ヘルマンになるんだ。力が湧いてきます。こいつは強化を行いたいと思います。サポートします。本気の力見せてやるです。したいですね。足が強すぎますよね。もう簡単に倒してしまいます。勝ちましたよ。ずっとアズニャンのターンになりそう。てかずっとアズニャンのターンっていう手もあるかな。どうした？リリス、です。
思う。わ、私ですか？キラーも良はいいと思う。暗雲ひな祭りシナリオクエスト前編を行いました。バージョン2になって少し操作方法も変わりましたね。いくつかの機能も加わったということで、まだ実感はできないですけど、コツコツこちらのシナリオとか収集クエストとかやっていって強くしたいと思います。今後も応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しています。よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこう。